今回は村人スペシャルということでね、村人を増やす機構を作っていくよ。窒息ダメージの追加で一箇所に貯められなくなったんだよね。窒息ダメージ自体ははしごとかツタとかで回避できるんだけど、それで回避すると村人を選別するときにどうにも不便なのだ。そういうわけでちょっとメカメカしい施設を作るぞ。レッドストーンがないから牧師取引がはかどりますな。エンゼルフレンチとの取引はストレスが真っ赤で溜まってくから良くない。ちなみにエンゼルフレンチじゃない牧師さんは MH でレッドストーンを4個くれるよ。ラキスラズリもくれるし牧師の厳選もしなきゃだね。長くなりそうだな。ぎゃあ。村人が入るマグマに入っちゃった。第一選別所の完成です。うん？よい。それから、かなり資源が不足している中での作業は続けられた。雪曰く、あのエンゼルフレンチめ、いつか仕返ししてやる。とのことだった。エンゼルフレンチとの取引は相当精神が削れるものらしい。今後一切の詐欺に合わないために、司書が出す、すべてのエンチャント本、それらの理論値取引ができるまで粘ると心に誓った。全30種類、正直なところ呪いのエンチャントの理論値なんて欲しくなかった。そして時は訪れる、それはガチャが佳境に入り、2時間ごとに村人をマグマに送り、いつものように聖塚を殴っていた時だった。ついに効率強化後の理論値取引が可能となったのである。しかし、悲劇は突然に訪れる。村人厳選機構を作る前に村人増殖について話しておこう。村人が増殖するためには農作業をさせたり取引したりパンなどの食料を与えたりして、積極度と言われる発情するための数値を増やす必要があるのだ。それと、村に存在する村人が A と判定されてるドアの数の3分の1以下でなければ増えないんだ。よくある高床式ってのは村が村人を検知する範囲と、村人が村を検知する範囲の違いを利用して、常に村に存在する村人が A の3分の1だと思わせてるんだよ。つまり、こんな形で村人を配置してもパンさえ与えれば子供を作ってくれるというわけだ。実際に稼働させるときはこんな風にするよ。これをたくさん作れば作るほど村人増殖の効率は跳ね上がるんだ。でも、ここに村人を置きまくると、厳選するために貯めておく村人と一緒になって PC 破壊しに来るから、そこら辺は気をつけてね。この程度の規模だと村判定を作って、増殖を開始してから5分でこの量だね。どの程度の規模で増殖させるかの参考にしてね。それと、水流を使うことで大人になった村人だけを運ぶことができるんだ。村人に限らずモブは水の上で跳ねる習性があるから、子供と大人の高さの違いを利用すれば簡単だね。村人増殖についてはこのくらい。次は厳選機構と窒息回避で村人を貯める機構について解説していくよ。その前に一つ、モブが乗ったトロッコが線路上にあると今みたいに突然動き出すという仕様があるのだ。これのせいで村人を一人取り出してから選別する際に、トロッコを線路から脱線させる必要があるのだ。信号無視パワードレールに一時停止させた後普通のレールの分岐で判定するっていう今までの選別機構が使えなくなったのだ。そしようは窒息だけにしろ。そこで生まれた代替案がこちら。ピストンで横から押すのと、足場になっているブロックがなくなるのの二通りで、使えるか否かを判定するんだ。これでストレスフリーな選別ができるね。実用化段階まで持っていったのがこちら。判定用のスイッチが2つあって、村人の色で食料を見分けて選別するときにものすごい便利なんだ。回路自体も単純明快。ピストンとトロッコ補給用のディスペンサーにつなげてるだけなのだ。前の村人が処理される前にスイッチを押してしまうと動作しないっていうのがあるけどね。村人を見て右クリックするだけ、他のゲームでもしながらのんびりとやりましょう。望んでいる村人が来た場合は、少
少し視点を変えて右クリックするだけ。足場は透過ブロックにしておくとダメージが発生しないのでいい感じです。あ、トロッコがはみ出てしまった。下に落とされた村人はディテクターレールとアクティベーターレールでトロッコから下ろされ一箇所に溜めれます。トロッコはそのまま進んでいき、サボテンでアイテム化して元に戻ります。第一選別所はこんなものだね。見て押すだけだから手順が簡略化されててものすごい便利なんだけど、村人の取引内容を確認してからスイッチを押すのはとても非効率だよね。だから道具鍛冶とか支所とかの取引内容で選別するために、別の機構も考えたよ。それがこちら。金の感圧板を使うことによって村人がトロッコに乗っているか否かの判定が行えるんだ。セーブかわしね。そして、最強武器であるダイヤの斧にダメージ増加後をつけておまけにビーコンで攻撃力増加2をつけると、クリティカルヒットで村人が一撃なのだ。視点を変えず、取引を見た後ジャンプして殴るだけで新しい村人が送られてくるっていう仕組みだ。問題点があるとすれば、延期期の判定が少し長く残るせいで1回の効率がそこまで早くできないってところかな。取引内容が良かった場合は、とりあえず素直に喜んで、落ち着いてから移動する作業に移りましょう。まず金の感圧板に繋がっているレッドストーンをレバーで信号固定の状態にして、その後村人をグイグイ押して端っこに移動させます。その後足場のブロックをなくし、あとは役なりにるなりご自由に。回路はちょっと特殊に、レッドストーンとオチがオンになった一瞬だけ信号をピストンとディスペンサーに伝えるような回路なら何でも動作します。用途に合わせて2つの選別所を使い分けましょう。今の最新のバージョンは、1箇所にモブが25以上いると窒息ダメージが発生するという仕様があるのだ。これのせいで増殖した村人を選別するまでに貯めておく場所を工夫しなくてはいけなくなってしまったのだ。課題は2つ。窒息ダメージを発生させないこと。必要な時に村人を一定数取り出せること。これら2つの条件をクリアして村人を1000から2000体ほど貯められるようなものを考える必要があるよ。その条件を簡単にクリアしつつ、作るのも簡単な機構がこちら。貯める村人は水流でぐるぐる回して、取り出す地点に村人が21以上いる場合取り出しをやめるというものだね。村人が21以下の時は、水流でそのまま選別待機所に流れていくよ。そして、21以上の村人が貯まった時点で、回路が動作して水流の流れが変化するのだ。ちなみに理論上では、この規模でも500人以上貯めておくことが可能なのだ。大量に貯める時の注意点、1000体程度貯めたい時はこの大きさじゃダメです。貯めたい量に合わせて大きさを各自調節してみてください。また、今は20以下の村人が取り出せている時に取り出す仕組みになっていますが、回ってる人数が多いと1回に入ってくる人数も多くなります。感圧板の信号の量を調節して窒息ダメージを回避しよう。作り方はとっても簡単。さっき紹介した選別機構の村人を貯めているところ、これを基準にして水路を作るよ。高さは落下ダメージの発生しないところが良いね。ぐるっと一周する水路ができたと仮定して次に進みます。まずここ、村人が通れて水が流れなければ何でも大丈夫なので看板や旗などでも動作します。次に前手順のすぐ隣の場所に粘着ピストンを設置。ここは水流を止め、村人の脱走防止もするために2段にしておきます。村人が一定数取り出せた後、それ以上入ってこないようにするためのピストンです。最後に村人を貯める位置に鉄の感圧板を設置。回路をつなげれば完成となります。2段の方はノット回路、1つの方はただ単につなげるだけです。いずれも鉄の感圧板からはレッドストーンを2つ挟みましょう。これが人数を調節している部分になってます。動画の手順でやると、1チェックの引き剥がしが起こりますが回路接続時だけなので動作には何の支障もきたしません。実際に村人が流れるとこんな感じ。取り出す人数を11人で制限することで、水路で窒息ダメージが発生するくらい貯めなければ取り出し場所で窒息ダメージが発生することはありません。最初に紹介した村人増殖機構からここに繋いで、選別機構に直結させれば村人厳選ができるようになるよ。楽しい村人ガチャライフを味わってね。
という感じで1年かからずに無事に村人ガチャを終えることができました。これで今後の作業がはかどるってもんですよ。今回選び抜かれた村人さんは地下で大切に保護されてます。エメラルド29個とマインクラフトレベルが5あれば爆速ツルハシが作れるように。村人にネームタグが使えるようになったから見分けやすくていい感じ。これで今後の作業ペースが上がって、投稿頻度も、上がるといいですね。そんなわけで、このワールドで最も苦労するであろう村人厳選を終えられたので僕は満足です。そろそろこの拠点付近を建築して発展させていきたいですね。それでは、いつになるかわかりませんがまた次回お会いしましょう。